はい、こんにちは。あのね、このチャンネルが今急上昇チャンネルだかなんだかまあ忘れたけど、そういうのに登録されてて、なんか再生がされやすい状態にあるらしいんですね。せっかくボーナスを獲得したわけですから、あーということで、さっきもコメントをいただいたんですけど、ね、私もそう思います。久しぶりにこの動画でね、ベラベラ喋る動画でも出してみるかあーということになったわけです。ただそうは言っても、今ご覧になっている方、あの半分ぐらいは多分ね、鉄道マニアではないんじゃないかなというふうに思いますので、鉄道マニアじゃない方にね、なかなか面白い鉄道のお話をということで、多分鉄道マニアの生態というのが面白いんじゃないかなと思いました。あ、考えてみました。鉄道マニアってね、いろいろ種類があるという皆さんもお聞きになられたことがあるかと思いますが、有名なのですと何鉄とかいう分類がありますね。私はね、鉄道マニアの身からするとそういう分類はちょっと正直不愉快なのでやめてほしいと思うんですが、まあそれでもね、ともかくいろいろあります。乗り鉄、取り鉄、それからまあ時刻表鉄とか模型鉄とかいろいろあるんですね。順を追って説明したいと思いますが、まあ私みたいなのはおそらく乗り鉄に分類されることが多いようです。私ね、今年1年間で多分日本で一番鉄道に乗りまくった、まあ新幹線で通勤してる人とかもいるんだけど、今年のあれでね、まあ、乗った距離はともかく、旅行した量ではね、多分私が一番、地球一周分よりも長い距離をね、今年の1年間で鉄道旅行しました。電車に乗ってね、いろいろ景色を見て、まあ大体ね、列車が走っていけば、そろそろ、あ、こっち側に大きな沼が見えますよとかね、あ、山がそろそろ雪をかぶってるんじゃないですかねとかね、あ、多分あそこら辺見てれば鶴が来ますよとか、まあ大体その通りになるんですね。そういうぐらい街の景色の様子とかもわかりますし、例えば珍しい列車に乗るということもあるわけですけれど、この寝台列車に乗ってゆっくりね、寝て、食堂車で美味しいものを食べましょうみたいなものもあれば、また他にもね、まあ、いろいろとにかくいろんな種類の列車に乗るのが好きな人、これが乗り鉄よく知られることです。で、まあ、こっちはね、割とまだ理解ができるんじゃないかなと思うんですが、どうですかね。あんまりもう列車に乗ることが楽しみなんていう感覚がないよっていう方もいらっしゃるかもしれないけど、でも新幹線に乗るのが好きなんだ、楽しいんだっていう人の意見をね、聞いても別におかしいとはあんまり思わないんじゃないかなというふうに思いますけれどね、どうでしょうか。で、今度面白いのはね、どっちかというと撮り鉄という人なんじゃないかなと思います。私も列車の写真撮るの好きでね、今から私が撮影した列車の写真でもご覧になっていただこうかなというふうに思うんですけれども、いろいろね、撮り鉄の方がお話ししてて面白いものがあるかと思いますんでね、これがちょっとパソコンで直で申し訳ないんですけど、ちょっと前に私が中学生の時に撮った写真から、2012年の3月に撮ったやつですから、もう5年前になりますかね。これがまあ簡単に言えば鉄道マニアにとって素晴らしい鉄道写真だと、まあ素晴らしいというとですね、もっと鉄道マニアの人たちがね、怒るかもしれないんだけど、鉄道マニアというか撮り鉄の人たちがね、これもね、まあそんなにじゃあちゃんと本当に素晴らしいのかっていうとそうではないみたいなのもね、いろいろあるんですが、鉄道マニアが鉄道写真を鑑賞するときにね、こうやって見るということはありません。その鉄道写真が来たらば、もしかしたら自分で撮影をしたらば、すぐにですね、その人はその撮影をものすごく撮影した写真を拡大するということをするわけです。そして、例えばね、このレベルまでね、こんな大きく拡大してですね、お、JR のマークがちょっとここボケちゃってるな、これは失敗だとか、そういうことをやるわけですよ。もちろんね、写真のピントというのはね、距離によって、ここにはピントが合うけど合わないというところがありますが、自分がピントを合わせたいと思うところにピタッとピントが合っているかどうかを、例えば現像した写真をこうやって虫眼鏡でね、どうかな、ピントが合ってるかなとかこう見ながらね、やるわけですね。この姿は大変に滑稽だと思いますが、鉄道マニアの間では常識です。撮影した写真はまず10倍ぐらいに拡大して、この一部分ヘッドライトとか、どうかなと思いながら鑑賞するわけです。そこに1ミリたりともずれは全く許されないというのが、もう鉄道写真の特徴であるかと思います。まあ、他にはですね、多分この写真を見ても皆さんあんまり何とも思わないんじゃないかなって、鉄道マニアでない方ね、思いますけれども、鉄道マニアの間ではこの写真はもう最悪です。どう最悪なのかというと、ここにね、これは柵なんですが、柵が写っちゃってるでしょ。もうこれで車両の手前に障害物が大きく写っていると、手前側にもたくさん写っており、さらにここ防音壁というものなんですが、もう音をね、遮るために新幹線の音うるさいですから、ここにね、こう壁があるわけですね。そういったものの関係で、列車の下側のね、台車と呼ばれるものですが、鉄道の車両には、ね、基本的にその台車と呼ばれるものがついておりまして、この写真もダメな写真の例なんですが、こういうところにあるわけですね。この床下の機器が写っていなければ、ちょっと鉄道写真としては認めがたいという鉄道マニアの人が多いようです。もちろんこれはあくまでね、一般的な撮り鉄の人たちの価値観をここで、表現しているわけですから、だから私はね、別にそのなんだろう、一般的じゃない撮り鉄という人もいっぱいいらっしゃいますんでね、それをとにかく言うつもりはないし、いや一般的な撮り鉄に対してだって敵意を持ってるわけじゃないんですけどね。他にももうちょっといろいろありますが、あとは七三構図というものがありまして、私の写真にね、あんまりいいのがなくて申し訳ないんですけれども、例えば、そうですね、難しい、例に出すのが難しいんですけれども、あんまり、こういった写真はね、好まれません。これは、そこまで良くはないと言われる、例かと思います。いや、悪くはないと思いますけどね。そうじゃなくって、例えば、このぐらいの方がいいのかな。これはね、顔と、それから、側面がね、7対3ぐらいの割合で、ちょっとこれ側面が短いな、なって、ないですけれども、言ってる意味わかりますか？真正面の顔が、これがね、3割で、それで、残りの横の部分が7割。こういう7対3の構図が、一番
よろしいというふうにされております。根拠はありませんが、なぜかそれが一番良いというふうになっているのです。これもなかなか面白いことです。他にもね、まあ、いろいろあるんですが、電車の写真をもうちょっと皆さんにご紹介しましょうか。飽きてきてないですかね。ちょっと飽きてきてしまったらね、皆さんに申し訳が立たんなと思うんですけれども、私はね、そんなにね、このことについてね、そこまで気にはしてないんだけれども、この写真をご覧いただければと思いますが、あ、これ皆さんどうですかね。うん、これはね、良くない写真なんですね。やっぱり何が良くないのかお伝えしましょう。まず、逆光である、この画面からでは分かりにくいと思いますが、列車の向こう側からこう光が来てます。この写真は、あ、ダメだというふうに一般的にされております。で、ここにね、電柱が一本ぐさっと刺さっております。これももう最悪。串刺しと言われて、最悪のものです。さらには、ここですね、この列車は14両編成なんですが、12両目ぐらいまでしか映っています。残り2両が写っていない、編成の全てを写していない鉄道写真、これもやはりダメだというふうにされております。根拠はよくわかりません。他にはですね、まあ、もっといろいろ出そうと思えばいくらでも出せるんですけれども、例えばですね、パンタグラフというものがあります。皆さんご存知でしょうか、パンタグラフ。ちょっと私の元にもね、なかなか見つからないのですが、電車の上にですね、まあ、とりあえず簡単な例としてお見せしましょう。こういうのついてますね。ここにこういうやつね、こう上からこれ上に電線が通っておりますので、そこの電線から電気を取り入れるための設備、これをパンタグラフというふうに呼ばれております。で、私の手元にね、その失敗例の写真がね、なかなか出てこないのでちょっと恐縮なんですけれども、ちょっとそろそろ出てきてほしいなと思うんですが、まあ出てこないものは仕方がありません。あ、これなんかギリギリ、もうちょっとかな。まあ、この写真がね、そのパンタグラフがうまくいっていない例というふうにされているんですが、ちょっと拡大をして皆さんにご覧入れようと思いますが、ピントはね、これね、合っているんですけれども、ここね、パンタグラフがあってですね、これ、わかりますか？パンタグラフの後ろに電柱が映っている、というものなんですね。だからなんだって思うでしょう？思うじゃないですか。これはね、鉄道写真では良くないというふうにされております。串パンと呼ばれておりましてね、パンタグラフが、後ろにね、電柱が通っておりますと、串刺し写真、これは良くない、最悪の写真だ。これで失敗ということになるわけです。なぜそれを失敗とするのか、私にも、鉄道マニアの私にもよくわかりませんが、しかし、これを失敗だとする鉄道マニアは大勢おります。そして、さらにね、ここにこういう風にブスッとまた障害物、これはまあ標識かな、なんか棒だと思いますが、これが映ってしまっておりますので、これもまた、まあ、これはね、私も多分ない方がいいだろうなと思いますけれど、そういうものもあります。で、あとはですね、もっと気にする人なんかは、その鉄道写真のその画面の中に人が写っているということは、もうものすごく嫌うわけですね。例えばこれ、雪の日に青森で撮った写真ですが、ここにこう人が写っていると。まあ確かにね、いない方が、この田舎の駅みたいな感じになると雰囲気が出るのかなと思いますけれど、もう駅のホームでですね、例えば、こういう写真がありますが、これはただの観光客の人が写り込んでしまったものですけれども、まあこういうのがあるとものすごくバッシングを受けるということがありますので、気をつけた方が、本来はね、駅の列車の近くを歩くなんて何も問題ない行為だとは思うんですけれど、中にはですよ、全員がそんな人だとは私は言いませんが、撮り鉄の人たちの中にはその写真へのものすごいこだわりのあまりに、そういった人たちに暴言を浴びせかけるという人は実際に存在しますので、鉄道マニアでない皆さんはお気をつけになられた方がいいのかなというふうに思っております。まあ、大体ね、鉄道写真についてはこれぐらいで、よろしいでしょうかね。なぜ、こういったね、価値観がいろいろ広まっているのか私にはわからないんですけど、別にだって写真ってこの大きさで見てね、あ、綺麗だなと思うかどうかじゃないですか。それを虫眼鏡で拡大して鑑賞するかって言ったら私はおかしいと思うんですけれど、なぜかそれを一生懸命やる人がいるし、この電車のね、電線から電気通るやつの後ろになんで電柱が映ってるといけないのかってのは全く理解ができないわけですが、それを良くないとする鉄道マニアの人たちはたくさんおります。で、まあ、それを、まあ、もちろんね、その人の個人の感性ですから、それを本当に自分が心からそういうことはね、ちょっと自分が許しがたいと思っているんであればいいんですが、昔はそういうことを全然気にしていなかったような人がね、久しぶりに会ってみたらね、うわ、串パンだ、この写真はゴミだとか言って撮ったそばから削除しちゃったりとかしてね、なんだもったいない、せっかく撮ったのにと私なんかは思うんですけれども、そういう風にね、こうなんでそれがカッコ悪いと、みんながカッコ悪いと言っているから自分もカッコ悪いと思うんだったら、ちょっと考えた方がいいですよね、鉄道マニアの皆さんってことです。この写真も一応串パンになっているらしいんですけど、しかも編成がね、全部10両編成のうちの7両目ぐらいまでしか写っていないんだけれども、私は別にそんなことは気にしませんしね、いいじゃないですかと思うんですけどね、皆さんも鉄道写真を撮るときはね、自分がいいと思う写真を撮れれば、それで十分だと思うんですが、なかなかそうはいかないようです。で、鉄道マニアが最もよく撮るような写真の例というのはね、まあ大体こんな感じでして、これちょっと縦の横のね、日が多分いじってあるやつなんで、まあ別にそれはいいや。これもですね、こうなんか列車だけがこのようにこうスーッとこう入ってくるという写真が最も好まれるような傾向にあります。もちろん背景とかいろいろ意識したりとかね、例えばこれはまあたまたま駅で撮ったやつですけど、日光のね、山がこう綺麗じゃないですか。この綺麗な山の手前にこう列車が止まっていて、これもね、綺麗だなというふうにまあ思ってくださるという方もいる一方で、まあ例えばですね、この駅の、ここのところ、駅の屋根のね、この影
が半分だけ落ちてるのが気に食わないとかね、足元が雪で隠れてしまってとかね、もっと言うとここにこうワイパーがついてるんですね。こうわかりますか、このワイパーがこちら側はあの右側についてるのこっち側は左側で止まってるのが良くないとかね、あの窓の開き方がどうこうとかね、もっといろいろあるんですよ。なんかヘッドライトがどうこうとか、それから警笛を鳴らす装置、その蓋が、これ、まあ、このね列車のこの警笛を鳴らす装置がこれついてるんですが、これたまに蓋が開いてることもあるんですね。この蓋が開いているとねものすごく怒るとかね、別にどっちだっていいじゃないかと思うことを気にするというのが鉄道写真のね、まあ醍醐味といえばそうなのかもしれません。そういったところでね難易度を上げて、あの冬のエベレストを一人で登ってうおーとかやってる人いるじゃないですか。私はあれは理解できないけれど、でも本人たちが好きでやってることですから、あの私はおかしい、おかしいっていうかね、あのそんなことまでしてやる必要、気にする必要あることなのかなというふうには思いますけれども、しかしだからといって本人たちのねその価値観はまた人それぞれなので、最後に皆さんに鉄道マニアを代表して申し上げさせていただこうと思うんですけれども、ぜひそういう価値観はね、あの鉄道マニアでない皆さんも共有していただければと思っております。まあ一方で価値観を共有っていうのはつまりそういう価値観があるんだなということは認識してもらえばなというふうに思います。一方ででもちょっとやっぱり私たちのね、あんまり、まあ私も鉄道にはかなり興味がある人間ですが、まあそうは言ってもそこまで本気で鉄道写真を撮ってるような人でなければ、ちょっとなかなか面白おかしい基準が世の中にはたくさんあるんだなということが、まあお分かりいただけたんじゃないかなと思いましたから、そこは面白いと思ったら素直に笑ったっていいんじゃないでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。動画の再生時間はまあ何分でもいいや。ありがとうございます。